さあどうも、綿貫です。現在ね、また恒例の東京駅に来てます。で、今回はね、鉄道の日記念ということで、スタッフが企画を考えてきてくれたみたいなんですけど、詳細がね、わからないですね。果たして何でしょうか。あ、そして今ね、こう、ボードを受け取ったんですけど、あ、関東大手私鉄利用者最小の駅を巡るスタンプラリー。なんかすごい18切符みたいなね、スタンプ台紙になってますけど、いや、そんなスタンプラリーね、開催されてないでしょ。いやー、でもね、あー、なるほどね。でも大体理解しましたよ。こうね、大手私鉄の会社名が9つ書いてあるんで、各会社の利用者が最も少ない駅、まあなかなかね、行く機会もないから、こういう機会に巡って駅を見学して、で、そのスタンプを押していこうってね、ことですよね、きっとね。ただね、そんなスタンプあるんですか。あ、これスタンプ自分で作ったの、すごいなそれ。あ、でこれで、まあ、どこが利用者最小かわからないけど、まあ、私もね、たまたまあの都会の秘境駅シリーズとかね、動画作るの好きなんで、たまたま各会社の利用者の少ない駅は、知ってるので、そこに移動していって、でちゃんとそれがね、正解ならスタンプが支給されて押せるってね、ことですよね。そしたら各会社ごとに利用者が少ない駅だけど、その中でもね、利用者が多い駅から少ない順にね、行くように巡っていきましょうか。多分最初はあの駅だけど、どうやって行けばいいんだろうな。よし、では早速最初の駅に向かって移動していきましょう。さあ、では上中里駅で下車しました。ここはね、京浜東北線で一番利用者が少ない駅なんですね。いや、本当降りる人全然いないな。で、これが本題じゃなくて、まあ、ここも利用者は少ない駅ですけど、大手私鉄の、ね、利用者を少ない駅を巡るのに、なんでここで降りてるかっていうと、まあ、ここから、ね、歩いていけるんですね。まあ、改札を出てみましょう。さあ、ではここ上中里駅ですね。いや、本当23区の、ね、駅と思えない静けさですね。まあ、ここは奥の車両基地が近いので、あんまり、ね、人が住んでる人数は少ないっていうことらしいですけど、 あ、すごいすごい、すぐね、駅の上のところを新幹線が通ってるんですね。じゃあね、本題の利用者最小のね、大手施設の駅に歩いていきましょう。さあ、ということで歩いてきました西ヶ原駅ですね。ここは東京メトロで一番利用者が少ない駅ですね。まあ、駅の周り建物はいっぱいありますけど、すぐ隣が、ね、病院ですね。で、まあ、家もね、他のメトロの駅と比べたら少ないってことでしょうね。まあ、全然ね、人は多いところだと思いますけど。さあ、じゃあ無事にね、利用者最小の駅、東京メトロ正解ということで、スタンプが支給されましたね。あ、南北線の緑のスタンプ台でちょっとね、押していきますか。さあ、記念すべきね、1個目ですね。綺麗に押せるかな。東京地下鉄、よいしょと。さあ、じゃあ西ヶ原駅ということで、こういうね、駅をかたどったスタンプになってるんですね。まあ、こんな感じでね、駅と同じような形のスタンプです。あ、これこの先楽しみだな。じゃあね、次の会社の利用者最小の駅移動していきましょう。やっぱね、改札の通路も人通りがね、少ないですね。さあ、ではずっとね、西ヶ原から南北線直通できて大岡山で下車しました。で、ここはね、ホームの端の方に使う人が全然いない乗り換え階段があるんで、そこを渡って大井町線乗り換えですね。さあ、では次のね、利用者最小の駅はね、どこでしょうね。さあ、では大岡山の隣の北千束駅で下車しました。ここはね、東急の一番利用者が少ない駅なんですね。まあ、世田谷線と子供の国線はもうデータが調べようがないんで、そこは除きますけど、まあ、ここが最小ということで、とりあえずね、ひとまず改札の外に出てみましょう。さあ、では北千束降りてみました。ここ結構ね、普通の住宅街のど真ん中って感じで、まあ、商業施設とかは少ないですけど、ここが利用者一番少ないのは意外ですね。まあね、多分大井町線、駅間が短くて、前後にね、大岡山と旗の台っていうね、便利な乗り換え駅がありますから、その影響で利用者が少ないのかもしれないですね。ということで、今回もね、スタンプが支給されたので押していきましょう。今回もね、色は大井町線の確定の種別の色が緑なんで、緑色です。あ、綺麗に押せましたね。では、スタンプを押しましたんで、この辺から見たね、駅の姿ですよね。ではね、また次の利用者最小の駅移動していきましょう。さあ、では安心塚で下車しました。ここは京急のね、利用者の一番少ない駅ですね。
まあ5人ぐらい降りた方いましたけど、すぐねそこにトンネルに列車が入っていく通り、まあ、住宅はまあまあありますけど、結構山の中を切り開いて家を建てていったみたいな印象がありますね。とりあえず改札の外に出ています。さあ改札の外に出てみました。このね駅に入るのにこう階段があるのが特徴的ですね。さあ、じゃあまたスタンプが支給されましたね。安心塚京急なんで赤ですね。で京急ここですね。押せましたね。あ、ちょっと上の方がうまく押せなかった。まあしょうがないですね。さあ、ではこの安心塚のスタンプもやはりねこの階段の印象が強いねスタンプになってますね。ではまた続いての会社の利用者が少ない駅移動していきましょう。ここの安心塚駅なんですけど、実は横須賀線の田浦駅がね徒歩15分ぐらいの位置にあるんで、まあ、そこを使う人もいるから利用者が少ないんでしょうね。で次の目的地もねこの京急から乗るんではなくて横須賀線の田浦から乗って移動していきます。駅の後ろ側の方向ですね、こっちに歩いていきます。さあ田浦駅たどり着きましたね。歩いて15分ぐらいかかりました。このね駅名表は木にくっついてるのが謎ですけど、まあねこれが田浦駅ってわけじゃなくて、ちゃんと入り口はこっち側にありますね。でここもなかなか静かなところですね。とりあえず横須賀線に乗っていきましょう。さあでここの田浦駅はねドアカットがあることで有名で、ここの10号車乗車口が一番端なんですけど、列車は11両で来るんでこの先までね止まるんですね。まあせっかくなんでこの一番端から乗ってみましょう。おお、ここまでね開くんですね。発車ご注意ください。熱海行き15分の編成で到着しております。さあでは東海道線小田原駅で下車しました。だからもうどんどん西に来てますね。でさらにここで乗り換えですね。さあでは小田原からはね小田急の各駅停車に乗車ですね。さあ足柄駅で下車しました。ここはね足柄駅乗り換えということで一部の人に有名ですけど、まああとはね小田急線の、まあ、こうね車両基地もありますし、乗務員さんが交代するような駅ですよね。ただねここが小田急で一番利用者が少ない駅なんですよね。ホームの端からはロマンスカーが止まってるのなんかを見れてなかなかいい駅ですね。ではねまず改札の外に出てみましょう。さあでは足柄駅改札の外に出てみました。こう駅前の道がすごい狭いですね。この車がすれ違えないぐらいのこういう感じなんですね。ただ駅の周りは、ね、結構家があるように見えるんですけど、ここも近くにね伊豆箱根鉄道の五百羅漢駅っていうのがあって、しかも日中はそっちの方が本数が多いんですよね。なのでそちらの駅を利用する人も多いことから足柄の、ね、利用者が少ないのかもしれないですね。よし、ではスタンプが支給されましたね。小田急の青ですね。あ、また上が欠けちゃった。あーショックだな、まあ、ここの駅は天井がねちょっと特徴的ですね。さでねまた次の会社の利用者最小の駅に移動するんですけど、この企画ねもうめちゃくちゃ移動に時間がかかるんで、今日はねここまでにして、また明日ね続きのところからスタートしていこうと思います。さあでは次の日になって、今いるのが京王の東府中駅ですね。だから時間帯的にはね昨日の足柄駅の続きみたいになってますけど、翌日に来てます。でねこう京王線の本線の方はね人がいっぱいいますけど、この競馬場線のホーム誰もいないですね。ねまあ、ここから京王線の利用者の最も少ない駅に、ね、移動していきます。次は15時43分の府中競馬正門前駅ですね。あー誰も乗ってない。いやすごいな。まあじゃあ乗っていきましょう。ではね府中競馬正門前駅ですね。ここはね昔一駅で終点動画で来たことがあるんですけど、本当にまあね競馬の開催されてる日は利用者が多いんでしょうから、こうホームもねすごい広いですけど、何もない日はね本当全然利用者が少ないですね。そして京王線の利用者が最も少ない駅と、まあこの感じなら確かにね納得ですね。とりあえず改札の外に降りてみましょうか。さあ府中競馬正門前駅の改札の外に出てみました。ここにねすごい黄金の馬がいますね。でこんな感じで改札もすごい広くて、ですぐね裏に行ったところに東京競馬場ですね、これがありますね。じゃあねまたスタンプを押していきましょう。府中競馬正門前駅、京王は赤いスタンプですね。今度はね失敗せず押したいな。
おお、綺麗に押せた押せた、よしよし。スタンプがこんな感じで、大体この辺から見たね駅の風景ですかね。いやー、これで5つまで来たんで、やっとね半分を超えましたね。で、まあここからまた次の会社のね利用者最小の駅に移動していくんですけど、ここもねこう連絡通路で競馬場につながってるんですけど、競馬場にアクセスする駅ってここだけじゃなくって、 JR 線のね府中本町駅もこんな感じで連絡通路でつながってるんですね。なのでここからね府中本町駅まで歩いて15分ぐらいで行けるんで、多分この近くにね住んでる人とか、あと競馬場を利用する人も府中本町から行く人も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。それもあってこの府中競馬正門前駅は京王で利用者が最も少ない駅だと思うんですけど、まあね、私もとりあえずここから歩いて府中本町に移動して次のね駅に移動していきましょう。さあ、ちょうどありましたね、この連絡通路を通って府中本町駅にね乗り換えていきます。いやー、やっぱさすがにこの時期は通る人全然いないですよね。さあ、じゃあ府中本町ですね。なんかもう新川崎みたいな作りしてますけど、とりあえずね入って乗っていきましょう。相鉄線直通海老名駅の到着です。次は赤羽横浜国大駅に停車いたします。さあ、では相鉄線の夢ヶ丘駅で下車しました。この屋根の形がすごい特徴的ですね。で、ただ降りる人はね、まあ、平日の帰宅ラッシュの時間だからか、まあ、10名程度はねいらっしゃいますね。ちょっとね、ここはね駅が高架の上にあるんで、ここから周りの景色眺めてみますか。いやー、でも家はねある程度ありますけど、ただねこの辺相鉄の泉野線ができて駅ができて、まあ、開発する計画ではあるけど、まだね本格的に開発がされないまま放置されているようなね状況のようですね。ホームの反対側の端に来ていました。やっぱりねすぐそこの区画は用地を取得してあるけど、結局ね何か作ってる途中な感じではあるけど、どうなるんでしょうね。で、奥の方はビルがいっぱい並んでるんで、すぐね隣の駅は湘南台ですから、まあ、その辺りの風景でしょう。で、すぐねそこに見えますかね、地下鉄下飯田駅ということで、横浜市営地下鉄の駅もすぐ近くにあるんで、目的地によってはねこちらを使う人も多いのかもしれません。さあ、スタンプが支給されましたね。相鉄は緑色のスタンプですね。で、夢ヶ丘は駅舎じゃなくて、ここのねホームのね特徴的な屋根の型取ったスタンプです。よし、では押しましたね。じゃあこんな感じでホームの屋根をかたどったスタンプになってます。じゃあね、改札の外に出てみましょう。さあ、では改札を出てみました。改札を出てすぐ目の前がねこの空き地なんですね。いやー、なんかね少し物寂しい感じはしますね。家とかね周りに一応あるんですけどね、ここが駅前なのか。で、駅名表はこんな感じで夢ヶ丘駅ということで、結構ね夢に満ち溢れた駅名ですけど、それとは裏腹に相鉄の一番利用者が少ない駅となってますね。じゃあせっかくだからね、あの市営地下鉄の下飯田駅まで歩いて行ってみますか。この線路沿いのところを湘南台方面にね歩いて進んでいきます。で、行き止まりっぽく見えますけど、まだ行けますね。で、ここでやっとここの高架のところをくぐって左ですね。いやー、でもこの風景だとね、なんか横浜市の駅って感じはしないですね。さあ、では下飯田駅ですね。この駅前の通路が細すぎて駅舎がねうまく見えないですけど、5分ぐらいね歩いてかかりましたね。あ、で、こっから見るね夢ヶ丘駅もいいですね。あ、ちょうどね相鉄の列車が入ってきましたね。あー、いいですね。いや、こんな感じでね結構景色も良くていいところなんでね、これから利用者がね増えることに期待したいですね。で、もうね暗くなってることから分かる通り、もう結構ね夜になってきてるんで、また残り3箇所ありますけど、これはまた日を改めて訪問していきます。じゃあね、またおそらく3日後になると思うんですけど、そちらでねまた次の会社に移動します。さあ、では3日目ですね。3日目は京成上野駅からスタートしました。もうね次は京成線の利用者が一番少ない駅に、ね、向かっていくんですね。いや、でもこっから先はねなかなか遠いとこばっかりでね、果たしてゴールまでどのくらいかかるんでしょうね。とりあえずね改札に向かっていきましょう。さあ、では10時34分の特急成田空港行きで行きましょう。いや、止まってますね。特急京成本線経由ということで、スカイアクセスを通らない方ということですね。ではね、せっかくなので先頭車両で乗っていきましょう。さあ、ではね大桜駅で下車しました。ここは本当京成に乗ってると、ここの周辺だけ急に景色が変わるんですよね。
で、まあ、私の他にもう一人ね下車した人がいましたけど、周りにね家も少ないようなところですね。じゃあとりあえず改札を出てみましょう。まあ、こんな感じの駅でちょっとこじんまりとしてますけど、ちゃんとね事務室があって駅員さんがいらっしゃいますね。で、まあ、ここの駅はね過去に LCC 日本一周の動画で訪れましたけど、あの時は夜だったんでね、明るい時間に来るのは初ですね。もう本当駅のね反対側はもう山になって、ただこれを越えて結構歩いていくと大通りがあってね、飲食店とかもあるんですけど、駅前はねなかなか古くからある家が数軒あるような程度ですね。さあ、じゃあまた支給されましたね、大桜駅のスタンプです。お、綺麗に押せましたね。ではこんな感じでまたね駅舎をかたどったスタンプになってます。ではね、もうここよりねさらに利用者が少ない駅はまだあるわけですもんね。で次の会社にね移動していきましょう。でここの大桜駅ね、この京成電鉄駅巡りスタンプ帳ってことで、何かね京成電鉄のスタンプラリーのスタンプが置いてあるんですよね。で28駅ってことなんで、京成のね全部の駅じゃなくて一部の選ばれし駅に置かれてるんですよね。いやー、この大桜にスタンプがあるってすごいなと思って、スタンプラリーのためにねここに降りる方もね結構だから今の時期いらっしゃるんですよねきっとね。いやーすごいな。ああ、試しにね別の紙に大桜駅のスタンプを押してみましたけど、いやクオリティが高いですね、すごいな。このくらいのスタンプをね私も作りたいですね。まあね、じゃあこのね京成のスタンプに負けないようにね、私の大手私鉄利用者最小駅巡りスタンプラリーもね進んでいきましょう。特急の京成上野駅で戻ります。それこの大桜特急停車駅なのがすごいですよね。さあ、では山手線で池袋まで来ました。池袋だとね残りの東武と西武両方走ってますよね。さあ果たしてどちらになるんでしょうか。さあ、では終点の飯能まで乗車して、さらに西武秩父行きに乗り換えですね。この電車は各駅停車西武秩父行きです。次は東飯能です。では小丸駅で下車しました。あ、誰も降りる人いないですね。こう小丸ですね。いや、ここが西武で一番利用者が少ない駅なんですよね。まあ、小丸っていうとイニシャル D にね小丸峠っていう峠があるんで、それでね有名なとこですけど、いやー発車してきましたね。本当ねこの西武秩父線は場所によってはね栄えてる感じがしますけど、本当ね場所によってはこのね小丸駅の付近なんかね本当周りは山の中ですよね。ちょっと時間がね少ないんで、ちょっと早速降りていきましょう。あ、自動改札はないんですね。まあねこの株主優待券で通ります。これにでいいのかな。いや、でも駅員さんいらっしゃるんですね。あ、で駅前に何か売店があって食堂になってるのかな、やってるんですね。こんな感じで小丸駅売店そばうどんって書いてあるんで、飲食店兼ね売店になってるみたいで、すごいな。あ、で、まあ、すぐ近くにね道路があるんで、ドライブのついでにね寄れるような感じでしょうか。いやー、でもこんな感じの駅がね西武で私鉄であるんですね。関東大手私鉄ですよ、だってこれで、この看板にある旧小丸峠っていうねこの方向に行くと、まあおそらくねイニシャル D のコースになってるとこなんですけど、意外とねそんなに目の前じゃないんで、ちょっと離れてるんで今回はね行けないですね。で駅舎はこんな感じで、やっぱりね、なんか斜めになってるのが、ね、特徴的ですね。ではまたねスタンプが支給されたんで押していきましょう。小丸、あ、綺麗に押せましたね。とこんな感じで斜めのね駅舎をねしっかり表したスタンプになってますね。いやー、ではねいよいよ最後残る東武鉄道の利用者最小の駅ですね。いや、もう大桜からここ小丸で3時間ぐらいかかったけど、東武はねどこまで行っちゃうんでしょうね。さあ、では小丸駅入るんですけど、ここにね窓口の跡か、まあ今もね使えるのかわかんないですけど、4つも有人の切符売り場ありますね。混むときは混むんですかね。ここも乗車記念スタンプがあるんですね。ご希望の方は係員までお申し付けくださいということで、まあ、わざわざ係員さんに頼んでまで押してもらうのも悪いんで、まあ、こういうスタンプがね正式なものがあるっていうことで、じゃあ乗っていきましょう。いやー、もうここなんかはもうね30分に1本ですけど、これでもねこの利用者の割にはね全然多い方ですよね、すごいな。
ではいろいろと乗り継いでね、下宇佐号で大宮駅に到着しました。でここから、ね、東武線アーバンパークラインが出てますけど、もう夕方17時なんでね、これから東武線の利用者少ない駅に向かうと真っ暗になっちゃうと思うんで、とりあえず今日はねここ大宮で宿泊します。じゃあね、また明日に移ります。さあ、じゃあ次に4日目ですね。でちょうどよくね、春日部からスペーシアでね行けるので乗車していきます。しかもね、日光モードの金色の車両で来ましたね。ご乗車ありがとうございます。特急スペーシア東武日光行きです。さあ、ではスペーシアを、ね、新鹿沼駅で下車しました。ここから普通列車に乗り換えなんですけど、結構ね普通列車乗り換えまで待つ時間帯が多いんですけど、今の、ね、時間の朝9時半なんですけど、この時間帯はねすぐね後続の普通列車が来るみたいなんでちょうどいいですね。さあ、でもこのね新鹿沼ということで、もう東武線の結構奥の方に来ましたけど、もう栃木県ですね。さあ、どんな駅がね待ち構えてるんでしょうね。ここのね時刻表を見てみてもね、本当に特急の方が普通列車より多いんですね、多分ね。で特急で降りて、本当にこの9時24分の次は30分に普通列車が来ますけど、他の時間はねやっぱりそれなりにね空いてますよね。まあ場合によってはね3、40分普通列車が来ないとかもねありますからね。いやー、ラッキーな時間に来たな。さあ、じゃあ来ましたね、長かったスタンプラリーの最後を飾る列車ですね。ということで正真正銘最後の駅ですね。東武で最も利用者の少ない駅、板が出下車しました。いや、降りてびっくりしたの、ホームめちゃくちゃ広いですね。なんでこんなに広いんだろう。昔はすごい利用者がいたのかな。で周りの景色はこんな感じで、まあ山はあるんですけど、まあ、前回のね小丸ほど山の中って感じじゃなくて、割とね開けた感じのところで、ただ家は少ないみたいな感じですかね。いや、板が駅、こんな感じの駅名標で、ですぐ駅の裏に何かの工場があって音がしてますね。すごいな。ここはでも東武無人駅ってそんなないから駅員さんいらっしゃるのかな。あ、ホームの中ほどに屋根がありますけど、屋根もこの電車の、ね、中ほどの乗り場のところまではないんで、ね、雨降ってる中電車乗ろうとするとここのね乗る途中で濡れちゃいますね、多分ね。でそこに駅舎もありますし、立派ですね。とりあえず改札出てみますか。でこの立派な駅舎があるけど無人駅なんですね。IC の改札機があって切符入れがあるんで、またね株主優待券を入れてこれで出ましょう。ここの窓口のところ案内がありましたね。2020年6月22日から窓口業務休止ということで、割と最近までは駅員さんいたのかな。あ、で日中だけ駅員さんいるんだ。はいはい。駅舎はこんな感じで、なんか小泉線のね駅とかこの前行った時はもうちょっと簡素なね駅も多かった気がしますけど、ここは本当に立派な駅になってます。いやー、駅を出てちょっと進んだね県道沿いのところに来てみましたけど、のどかですね本当に。でこうバスがねありますけど、バスは新鹿沼駅がこう1日3往復ですね。少ないな。でここにね木材が置いてあって、何かの工場があって、売店がねここに1軒あって、で板ヶ駅というね、そういう配置になってますね。いやー、のどかだな本当。大手施設にこんな駅があるんですね。じゃあ支給されました最後のね板ヶのスタンプを押していきましょう。あ、押せましたね。あ、ちょうど新栃木行きの列車が入ってきましたね。で無事にスタンプを押して、このね板ヶの屋根がね濃い色になってるのが特徴的なね駅舎もスタンプを無事に押して、いや全部揃いましたね。今回のね関東大手私鉄利用者最小の駅を巡るスタンプラリー、参加費はかからないですけど、スタンプ制作代が約3万円ですね。で景品はないですけど、景品はもうこの旅の思い出ですよね。いやー、楽しかったな。この最後のね小丸から板ヶとかね、合計何時間ぐらい移動かかったんだろう。5時間とか6時間ぐらいかかってる気がしますけど、あ、でも大手私鉄のね利用者最小の駅を一気に巡るってことはなかなかないですから、これはねなかなか面白かったですね。もう会社によって利用者最小の駅は全然特徴が違いましたし、いや小丸とか板ヶはやっぱびっくりだったな。改めてね各駅を振り返ってみますか。この順番でいきますか。まずね東武鉄道板ヶ駅で、西武鉄道小丸駅で、京成電鉄大桜駅、
京王電鉄府中競馬正門前駅で、東急電鉄北千束駅、京浜急行電鉄安神塚駅、東京地下鉄西ヶ原駅、小田急電鉄足柄駅、相模鉄道夢ヶ丘駅ということで、このね、9駅を巡ってきたわけですね。まあね、こんな感じでね、皆さんもね、利用者の多い駅はね、行くことは自然とあるでしょうけど、利用者が少ない駅ってなかなか行くことはないでしょうから、わざわざね、自分でスタンプを作る必要はないですけどね、気になる駅があったらぜひね、巡ってみてください。じゃあね、こんな感じでこの動画は以上になりますので、また次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。